まあ、あのプロ野球も大好きですから、プロ野球の改革も大事なんですが、俺一個しくったことあんだよな。聞いてよみんな、みんな聞いてよ。田代じゃなかったな、田代じゃなかった。この番組のアルバイト田代32、若手芸人ですよね。でいてこれクリームシチューの有田くんの後輩芸人なんですよ。でいてまあこういうクリームシチューの有田くんの後輩芸人はいっぱいいるわけですよ、いろいろ。でその中で割と今その親しくしてるのが田代32ね、それからあと熊本キリン、元熊本キリンの桐畑徹、あの辺なんだけど、この二人じゃなかったんだよ。もうだからもうあっちと仲良くしてれば今頃俺はフカキョンの残りがが嗅ぎ放題。スタジオに小林っていうホリプロのマネージャーが電話だったら全部切れ。そうなんだよ。これはしくったな。そこで田代32なんか取ったところで何の得もないですよ。ただの牛乳一本持ってきやしませんよ、あいつ。牛乳配達から一個ちょろまかしてきましたんでとか、なんか新しいヨーグルトができましたんでぐらいのことを言ってくれればね、俺もそれでまあいいかなと思いますけれども、すごいよ。もしあそこと付き合ってたら、もうみんな帰った後に、もしもし伊集院さん、今ならまだちょっと匂い残ってますからって帰ってきて、その深田フレーバーがかけたのに、何やってんだお前らは。何やってんだ。別に話はしたくない。別に話とかしたくないのね。俺そんなしたくないんだけど、ハマってねえから。おそらく深田師匠にそんなハマってねえから。話とかしてもそんな盛り上がることはないんだけども、ちょっと嗅ぎたいじゃん。いいぜ、後輩芸人で。だから俺についてきたのが失敗も。田代32。いくらそらね、自分より無駄に自分が年食っちゃったから、クリームシチューの有田くんについてたらね、自分より一個年下の芸人のカバン持ちとは嫌かもしんないよ、それは。複雑な気持ちあるかもしんないけど、あそこで有田派についてれば、ね、ついてればですよ。想像してみ、自分家帰ったら、深田恭子がついさっきまでいたところで寝れんだよ。自慢だよ。さらに若手の芸人たちに、あちょっと布団かけたいやつでしょ。この辺に座ったと思うぞみたいなやつを嗅がせることができるんですよ。配管料も取れるかもしれない。ちょっとわかんねえけども、拝むこともできたかもしれねえっていうことですよ。それを俺の方に来たところでお前さ、確かに僕の家に若手芸人来るときありますけど、その時は大体セットで構成の渡辺くんの電車の豆知識を延々と聞かされてるでしょ。せえでしょお前。あと俺、ねえ、そうでしょうね。俺とお前くせえもん、そんなのもう。したか香りの缶詰とかバンバン販売できたとお前。フカキョンの匂いのやつできたと、できたって。なあ。ディレクターの携帯が鳴ったら多分ホリプロからだと思いますから、この辺で切り上げておこうでしょ、ちょっと CM 行ってこう。今、ディレクターの柳沢の携帯にですね、なんか不思議なメールが、K っていう方から、もう寝てるので何も聞こえませんっていうメールが来てましたんで、じゃあちょっと話の方を続行しようと思うんですけども、あのことで一番傷ついてるやつ誰だっていうね、俺思うんだけども、あの後輩芸人ももう随分売れてきた人じゃないですか。なのに写真週刊誌にとある後輩芸人の部屋って書かれてたよね。どう考えたってちょっと工夫すれば名前入るよね、あれね。それをとある後輩芸人扱いっていうのが俺の中では、あ、なんか複雑な気持ちだろうなと思いながらね、もう見てましたけどね。あのね、まあいいや、この話よりも、だから、田代32、ね、まあ一応そのアルバイトとしてここにいたりとか、一緒に野球やったりとか、まあ僕といる時間ずいぶん長くなってるんですけども、得なことなんもねえよ、お前。ほんと、こっちいても。先週の俺思った途中で、俺実は途中でもうなんかモードの方がもうなんか一人になりたいモードに実はなってたんだけど、先週の番組終わった後、先週の番組は、要するに、聞いてくれた人、聞いてくれない人いると思いますけども、僕が、こう、頭のこう、時計を見ずに頭でこう、想像して、2時45分になったら番組をやめ、おしまいですって言うみたいなね、そういう特集で、で、まあ、時間が短すぎたり長すぎたりとかしたら、罰を受けるみたいなことだったわけですよ。で、俺わかんねえから、なんか全然わかんねえから、喋ってんじゃん。で、喋って、こんなもんじゃねえかなと思って、
途中から本当にね、疑心暗鬼でわけわかんなくなってくるんだよ。もうみんな帰っちゃってんじゃねえかな説っていうのが、俺たち必死にあの日も声の、今日も調子悪いですけど、声の調子悪くて声から喋ってるけど、あ、これ終わってて、その、完全に放置されてることが、もうイコール罰ゲームなんじゃねえかなとか思ったんですよ。したらなんかこう、あのスタジオで延々と喋ってたら、有利入ってくる可能性すらあるわけじゃないですよ。俺一生懸命喋ってるのに後ろから、入ってこられても困んなみたいになったから途中でもう、この辺だなと思ってやめたら、SM 嬢が入ってきて、で、SM 嬢と竹内アナと田代三流が入ってきて、もう嫌おなしですよ。生放送でソロをやろうと呼ばれ。あのね、デブって言われることに免疫ついてるわけ。もう知ってっから。あと、これ人間ともにもね、まず一つ免疫ついてるものね。デバって言われるのに免疫ついてるから、デブは全然 OK。ね。それから、ババア身に覚えのないこと。全然 OK。でもね、ソロをやろうドキドキーって言った。そんな。わかんねえもん、だってどれぐらいのもんなのか。わかんねえもん、全然。そんなわかるか、自分がどうなのかなんてわかるか、そんな。何と比べてだ。その自信はお前らが、お前らソロやろって言われても、ならないだろ。レモンティーなさいますか、ミルクティーなさいますか、みたいなことじゃないだろ。どうやったって。俺がわかんないけど、ひとたび、その、そういうことになった場合に、4年持つやつだったら、それは全然笑い飛ばせるよ。ババアって言われてると一緒だから、ドキドキってしてると思ったら、また、この、すごいもうね、プレイとしてすごいなと思うのは、前に、竹内アナがいるわけですよ。進行してた。後で全部聞きましたけど、進行者、竹内アナがいるわけですよ。あの人と僕はお昼の番組を一緒にやってるわけですよ。毎週。ね。お昼の番組をやってる相手が、すっぱだかで、這いつくばって、ケツ上げろって言われて、バシバシ無知でったかるでとこ見ちゃってるっていうのはまずいだろ。だから、その、吉田テレビの全裸をおまたまさこは見てるか。それグレーだわ、グレー。グレーだわ。どんなプレイをしてるか知らないわ。どうしようかな。今度、吉田テレビさん、Y っていう人から、寝てますから大丈夫ですのメール来たら、もう俺喋る。な、そういうプレイの状態じゃないですか。でもね、これね、うまく説明しないとわからないと思うんですけれども、その時にいろんなことを判断するわけ。あ、そっか、SM 上だったんだ、と思うし、うわ、今、ソロって言われた。裸になれって言ってる竹内がいる。その後ろからは、田代三十二がいる。って、おそらく、途中に俺がうまいことやんないと壊されるよって言って、液晶テレビ壊れてんだろうな、壊れてるの情報がいっぱい入ってくるんじゃん。そうすると、俺としてみれば、こう、少なくとも、この先聞いてる人に楽しんでいただきたい。ね、よくわかんないけど、から、叩くんなら派手に叩いてほしいわけ。結構難しいんだよ。もう成長テープ聞き直したら、俺、マゾとしか思えねえもん、完全に。ド変態だよ、俺のやってること。ね。でも、モードとして来るのは、女王様とやらに、ラジオなんだから、まず一発目はいい音したんだけど、二発目スカリアーとなあいつ。二発目、いねえだろうな、今日な。ねえ、あんにゃろうさ。二発目なんか、俺のケツスカって、スタジオの机の足みたいなところにくるくるってなってやんの。なんだあれねえ、なってやんの。インディ・ジョーンズが遠くのものを撮るみたいになってやんの。ほいで、いい音してねえな。むしって音してんな。その時に急に言われたら、ちゃんと叩いてくれ。いや、叩かれんのは、篠岡健さんは叩かれんのは嫌だ。でも、伊集院光さんは、ちゃんと叩いてくれないと面白にならねえって意思があるわけ。んで、叩いてくれと思うんだけど、こいつがなんか、叩かねえんだよな、なんか、もっと来いよって言ったわけ。僕は学んでますから、ブッチャー道場、ブッチャーブラザーズのブッチャー道場で学んでますから、通好みの話をしますと、途中で言い訳しつつ、もう3発目ぐらいは必ずかなりそのモードの方に徹しようっていうスイッチ入ってますから、3発目ぐらいの時には、言い訳しながら、ケツを女王様の方に持ってた。来い来いですよ、こっちに言えば来い来いですよ。やんねえな。で、これまたすごい通好みの話になりますよ。
あのね、あくまで冷静ではないんですよ。二人いるんですよ。叩かれたくないんだけど、そしたら、予備の無知のすっごい痛そうなやつが机の横のところに置いてある。ね。置いてあるわけ。でいて、俺多分あの時のオンエア聞くと、この無知何みたいことを聞いてると思うの。ね。この無知何っていうのは、俺に言わせれば田代32に向けてのもうしょうがないんだっていっぱい音がしない限りは企画として成立しねえだろうっていうことが頭の中に出始めてるから、このムチ何って聞いたら、田代32それを取って日頃の恨みじゃーって言ってバンバン行けば CM 行くって思うわけ、俺にしてみればね。だけど田代32は説明を聞くモードに入ってるわけですよ、女王様の。お前違う、このムチ何でいて、今度女王様がなんだか乗馬に使うなんとかムチだよ、やられたら痛いんだろうなー、来い全然だよ、もう普通に置いてあったあのムチ横のところに。で竹内も竹内で、俺はすごく思ったのは、竹内ってこう、僕らグレン隊の中で、この今グレン隊軍団の中で、まあ、うんこマンとか、うかつに死んじゃっても、執行猶予つくぐらいの、それぐらいの俺たちじゃない、価値じゃないですか。でも竹内一人は、彼女はアナウンス部で言うと女子アナでこれからすごい伸びてくっていう期待されてる子だから、あの子はギリ汚しちゃいけないわけ。汚したら二度と番組なんか手伝ってくれないから、汚しちゃいけないから、竹内だけは、困った顔をしてる、そこんところで、俺の、あの時瞬時に考えた俺のベストよ。女王様は叩きまくる。ね。田代32も叩きまくる。だけど竹内だけは、もうやめてあげてくださいよっていう流れ。これが正しいんですよ。竹内、高笑いだよ。ラジオ的に聞いたら、お前が叩いてるとしか思えないよ。でしょう、その状況で。下手したら、あのまま黙ったら竹内、俺が田代に促したムチ持ってんじゃねえかと思うぐらいの。で、そのことの、こう、ちょうど3時終わって、いろいろやって3時半ぐらいかな、そのことの反省会っていうか、俺の方もちょっとこう落ち着いた後で、田代さ、俺が言うのも変な話なんだけどさ、叩けよ。叩けって。だから、あの時これこれ今言ったようなことね、これこれこうだ、俺がこう言ったじゃんかって、もうあの時点で、もう女王様が、叩く量が足りてないっていう意識が俺にあるんだよ。だったら、もう、田代32に俺はお互い美味しいパスを出してるはずだと。もう俺は瞬時に本能的に美味しいパスを出してる。要するに、田代32は若手芸人の反乱っていう面白いことができて、で、俺は、より大きな音で、その責任を取らされるっていう図式ができて、その大騒ぎのうちに CM だろっていうサインを出したろ。なんでお前はそれを受け取らないんだって。コンコンと説教してるわけ。だけど、俺まだパンツ一丁なわけ。で、まだ背中に耳ずばれなわけ。日本一恥ずかしい状況なわけ、それが。もうすごい。で、もうね、なんつったいのかな、あの感じ。あの感じだよ。ジャンクー！あれ、どうやったら普通に聞いてるリスナーに通じるのかな。要するに普段の生活でああいうことってあんまないような気がするんだよな。いや、あ、でもあるのか。いや、難しいとこだな。ぶたれてるのは嫌なんだ。恥ずかしいんだ。竹内の前でやられてるのが一刻も早くやめたいんだ。本当に痛いし。また、女王下手だか言ってんだよ。なんかうまくねえんだよな。なんか、あの子はもう指名できない。もうプライベートでも。ねえ、なんつったのかな、もう、やられるの嫌なんだけども、嫌なんだけれども、いいのか、この状況で終わっちゃって、みたいなところってわかる。これやっぱりね、篠岡健本名と伊集院光の同居みたいなことで言えばいいんだけど、俺の中ではバシバシ、バシバシ、うぎゃー、うぎゃー、うぎゃーで、ジャンク、ジャンク、ジャンク、CM が普通だと思うんですよ。それが、ボルテージが上がんねえから、いつまでたっても、ベシって、ベシって叩かれ、ベシって。ベシって叩かれてんだよ。で、しかも、ベシが痛えんだよ。これ、ベシは本当は、ピシーよりも、ベシの方が全然痛えわけ。ほんでもう、で、また、特殊な放送の仕方をしてるから、いつまで今だったらガラスの向こうに柳沢くんがディレクターがいるから、俺の話終わりそうだなとか思ったら切ればいいわけじゃないですか。だけど、あの時は他のスタジオ俺らが喋ってて、俺がもう這いつくわざでビビッと叩いてるわけじゃん。で、他のところで CM を出す作業をしてるから、このビシのボルテージが上がらない限りは、ディレクターとしてはいけないわけよ、この。
で、分かってっから、いろんな地獄、延々と、っていうか、あれセットで、分かんないけど、後輩芸人が見てるけれども、うまく、こう、意思の疎通ができない、にもかかわらず、TBS の看板アナウンサーが汚れかねない、後の責任を取らされそうなのに、痛いんだけど、あんまり爽快ではない叩かれ方をしている DJ プレイ。っていうプレイでお店に出した方がいいんじゃねえかってぐらい複雑なプレイ展開してたなぁ。で笑ったのがさ、次の日さ、明けて火曜日野球の日だ、野球行ったわけですよ。野球行って1試合目やって終わった後に、暑いじゃんか。暑いから、いつも1試合ピッチャーやるときはそのままずっとやってんだけど、ユニフォームしてやってんだけど、ファーストを守る2試合目は必ず上半身裸になって、村で焼けるのが嫌だから、俺も行ったってグラビアの仕事もいっぱいあるし、村で焼けてるとかっこ悪いから、上半身脱いでやるんだけど、そんな忘れ上半身脱いでやってたら、一塁ランナーに出た、若手芸人の一人が、伊集院さん、今日は来た方がいいと。今日は来た方がいい。でも忘れてんだよね。何のことかと思ったら、背中が X の字に水バレになってると。で、明らかに、無知で叩かれた後だと。だって、一個のやつなんて長いやつは、こう背中に斜めに一文字通ったやつが、へそ横ぐらいのところまで来て赤くなってる。絡みついたやつじゃんっていう。俺の背中のとこちょうど、クスってなってんのよ。ねえ。これしばらく見たらゼニバさん喋り始めるわ、みたいな感じになってるわけですよ。あれも恥ずかしかったなぁ。俺おそらく一生プライベートでは、だから変な感じしたね。一生プライベートであのモードになることはないから、おそらくプライベートで、M をやりに行くことはないと思うんですよ。ないと思うけど、変な感じね、こう聞いていただいてますか、すごく痛いんですけど、っていう感じ。で、またかの SM 上 CM 入ってから3回叩いたら、あいつ。おっせえよ。CM 入ってからの叩きはプライベートだから、いらねえし、そんな、もう全然。プライベート BC、ちょっとも欲しいって言ってねえから、俺。あれはほんとね、すごいわ。ほんとすごかったですよね。まあ、中途半端なんで、もっこだけ短い CM 打って、行きましょう。